まあ、基本的にいいプレー多めに、まあ、することがある。あいいプレーできましたね。さあアキさんよろしくお願いします。クパーにレッキーを当てていけない。マジか。もうスレッキーを個人的にもう廃止にしようかなと思ってるんですけど、これって A 段かな結構。もうスレッキー当たれば嬉しいし、そっからコンボとか、まあ、重量級でとかやったら特にね当てやすいんですけど、なんか最近当たらんし、なんかガノンと当たったらスレッキーするみたいな風潮がなんかもう、なんかそういう洗脳かなんかが最近あるので、うん、やっぱりスレッキーは洗脳がいいかな、読まれやすいというか、てか割れそうやなこれ。どうしよう。わ、マジか、珍しいラリホンさん事故っていく。ジャンプがあるのに、ちょっとね、ちょっとビビってるんでしょ俺。最近多分重量級にちょっと若干ビビっているんかもしれない。ここマジで行きます。当たりそうやったな。うん、当たりそうやったけど、まあ、まだそこじゃなかった。あっやば、ラッキー。マジ重量級怖いんですよね。ああいうちょっとの隙をねもう殺しに来るんで。えっ、俺が掴む。オッケー。男前でした。危ないよ。あ、捕まえして。よし、やっぱ重量級体育さんおもろいな。なんか、うん、的がでかいもんでさ、したいコンボとかが、まあ、多少確定とかの、まあ、コンボとズレでも無理やり当たるケースが多いもんで。クローかな、違う、嬉しい。あれ掴めへんのか。反転した気男が当たるんかな、わからんけど。おお、173ペーなんですけど、今の当たりそう。え、マジかよ。お主の拳はそんなに強いのか。マジか、怖すぎる。はい、マジか。このせっかくのパーセントを無駄にはしたくないんだけど、間違ったんですけど、あー、それは死ぬ。何がしたかったんやろな。本能的にまあ人権を打ったんやけど、何がしたかったんか、まあ、あんまり自分でも分かってない、今の。どうしよう、これ。はい、怖い。え、よーし、ドン。からの、あ、レッキーキャンをするつもりやったのに、レッキーベテオでした。さあスミさんよろしくお願いします。パルテナ2ストックやから、パルテナつらいっていう人も、まあ、2ストックぐらいやったら我慢できるということで大丈夫。2ストックならパルテナ対ガノンはガノン有利な気がする、気持ち的には。気持ち的には有利なんですよ多分2ストックやったら。気持ちが、なんやそれ。おい、でも笑っとるやば今のは。今のはさすがにびっくりしたわ。さあ、ちょっと気持ち的に有利じゃなくなってきましたねこれ。基本これはまずい。当たって、あっ、あぶねえ。はっ、あっ。さあドブネズミさんよろしくお願いします。ドブネズミさあレッキー決めて、ジャンプする、しない、つかめない。工作掴んでも多分しないよな、あれ回避があるから。やるね、ビーバーあれ掴ん、ジャンプ内クラウドに、クライムハザードやったっけ、あの上ビーを掴んだら、そのまま飛ばさずに勝手に離れるまで待つと当たるみたいな、当たる、当たるじゃない、離れるまで、なんていうの、なんか自動で落ちてくやん。あ、落ちてきましたね。自動で落ちてくやん、あれをやると帰ってこれみたいなテクニックがあって、まあ、ちょっとわからん方はなんて調べればいいかな、まあ、昔のアリオンさんの動画を見てください。やってる動画はあると思うんですけど、まあ、小ネタ程度、今作使いやんから別にほんまに雑学ないけど、これ完全に。さあどっちの剣の方が強いかなと思ったら俺の剣負け。マジ今の掴む。ガノンツ、今の耐える、いきます僕もこれ。あー、ダメなんですね。いや、それ当たる、確かに。それ勝ってくる、取れるか。今のちょっと早かったな。なんか試合スピード早く俺いいと思う、これ。試合スピードの速いゲームというか、カードは楽しいね。やっぱ重量級使いは多分そういうのが好きやから、いらんそれ。重量級使いはそういうのが好きやから、多分重量級を使ってるみたいな風潮あると思うんで、まあ、重量級使いにはこういうカードたまらんと。マジか。でもまあまあまあ、たまらんけど、あ、そこ魔人剣だ？魔人剣ポイントミスっていく。受け身ができない侍、今のちょっと甘かったな。はい、オッケー、よし、56ペーいけんだこれ、俺はいけると信じている。これは、お、上強か、懐かしいな、上強してくるクラウドとかもあんまおらんくねというのが最近の俺のお話。あー、魔人剣でした、バイバイ。おう、あ、マジか、
敗北者さんよろしくお願いします。まあ今回の敗北者俺なんやけど、あのこうやって負け試合が多い動画って基本的になんか下手になったみたいなコメントあるんやけど、そんなことないっていうのはどうかと思うんやけど、そんなことなくて、普段から負けてますので割と通常運転やったりする。やっぱりいいプレイを見てほしいし、いいプレイの方が多分見てるかも楽しいと思うかなということで、まあ基本的にいいプレイ多めに、まあ、することがある。あいいプレイできましたね。うん、だからまあ負け試合も多いよ別に。だからまあ厳選してるといえばしてるけど、そこまではしてないけどね、してるっちゃしてるということで、うん、多分あの負け試合が多いときは、まあ、ちょっとなかなか喋りも良かったかなみたいな試合が多いかなという。割れる、割れない、あれ何この試合スピード、あれ俺あんなに負けてたのにすごい調子いいんだけど、これがなんだそれ。今の当たったらさすがにシェイシェイ、待てどうしよう、でも大丈夫、めちゃめちゃ気持ちに余裕がある。今余裕しかないんだけど、あ、なんつった俺、余裕しかないんですけど、はい、あ、空中シューマー当たんない、速度掴めない、投げる上に投げれない、シェイシェイ待て、敗北者を敗北者にしていくで、俺は今から行くで、はい、待てて、爆発は食らわんように、突っ込んでこい突っ込んでこい、あ、自分でもうこれバースト剣ない、うっドーン、こっち、惜しい惜しい、今のジャンプバイバイ、ノー、あ、今の空母上がりバーストできましたね、もったいねー、空母上がりバーストが見えていましたのに、これジャンプあるのこれ、俺ないね、ありがとう嬉しすぎる、今のは今のは完璧、今の当たったらさすがにキモいキモいキモい、ちょっと今のはね、反射ですね、反射で魔人剣出ました。この試合なんか熱い。さあカワチャンスさんよろしくお願いします。めっちゃいい BGM、 もうこれもめっちゃカラー的、めっちゃホームやん。めっちゃホームやん。どういうこと？めちゃめちゃホームなんやけど。もうこのステージ超好きやし、BGM も超好きなんで、まあ俺の方にね、バフは入ってるんですけど、めっちゃホームやん、相手。どうしよう。そうや、赤い、めちゃめちゃ真っ赤なガノンとこれ作ってもいいと思うんですけどね。おらんよな。なんか絶妙だよね、ガノンのカラーってなんか。それ、どうなんみたいなカラーが多い。えいオッケー、でかいでかいでかいこれは、さすがバフかかってんね。さあ、これどうしようか。掴んでいく、こっちじゃない。違った。ほんまに違った。こっちじゃないといえば、そっちで合ってる説を俺は提唱するわ。あ、よく、怖い。なんか若干、事故る雰囲気だと思うんでさ、怖かった。え、事故る雰囲気でしたね、これは。まあ今のはまあ自分、まあ、魂をかけて復讐していってるんで、命をかけてね、いってるんで、まあそういうこともありえますと。駒を掴んで欲しかったんだよね。どうしようこれ。痛いな、やばい、お、ナイス。あ、なんだこのコンボ、なんなんだ。なんかわけわからんコンボが、コンボなんか、そもそもコンボかわからん。オッケー、ナイスナイス、めちゃくちゃになってますけど、めちゃくちゃでもオッケー、勝てればいいからね。あっ、えっ、やめろー、当たらない、コマさん、下げました、ジャンプしない、空母マスター、あ、これ出過ぎた。あ、え、嘘だろ。嘘だろ。はい、どうも、尺稼ぎ TV ですということで。尺稼ぎ TV です。ちょっと尺が余っちゃったということで、今日投稿遅くなってごめん、そして昨日お休みだとごめんということで、まあ、土日にできるだけ1週間分撮りたかったんやけど、先週ね5本ぐらいしか撮れなくて、日曜日とかも合わせて、だから金曜日開けれんかったごめんということ でちょっと今日はもう 3,4 本撮ってこの時間、ちょっと申し訳ないけどね、やっぱりちょっと取りやすいテンションの時間があるわけよ。だからちょっと遅くなっちゃったんやけど、コミュニティで言ったんやけど、みんなの投稿シリーズやめたわけじゃなくて、撮ってる時間なくてごめんということ で明日か今日かまた5本ぐらい、4本か3本かな、みんなの投稿とか大観戦とか撮っていければいいと思ってるんでね、そっからね登録をしてくれたって人も多いと思うんで、本当にもう1週間ぐらいやってないからマジで申し訳ねえということで、よかったらちょっと楽しみにお待ちくださいということで、はい、尺稼ぎ TV でした。